ティーチャークーボー、 iPhone 買うらしいじゃないですか。 iPhone こうシネマティックモード 4K60fps です。インカメです。まあこれね、 iPhone13 でプロでもなく MAX でもないです。はい、まあ、久保さん、僕ね iPhone13 がおすすめです。まあなぜかっていうと、まあ久保さん外カメあんま使え、まあでも大和くん今撮ってるからね。まあ僕インカメメインなんですよ。外カメあんま使わないんで、まあインカメの性能で言うならば iPhone13 もプロも MAX もインカメの性能は変わんないんですね。しかもね重いんですよ。で iPhone13 すげえ軽くてめっちゃいいっすよ。で速いし、まあ多分 iPhone MAX だともっと重くなると思うんで。で iPhone13 も僕500、これ 12GB なんですけど、まあ512あればまあ十分です。 1TB なくても十分ですね。まあそのデータ転送しないんだったら、まあずっと iPhone に留めときたいんだったらあれですけど、僕 YouTube にアップしたらもう消すんで。でまあ今回ね、借金ブランディングですね。借金ブランディング、まあ久保さんも言ってましたけど、僕がね前セミナーやってた時に、吉谷さん貯金いくらあるんすかみたいなね、休憩中にお客さんが言われたんですけど、まあ想像にお任せしますみたいなね、借金返済しながら僕セミナーやってたんだけども、まあお客さんはね、こいつめっちゃ稼いでるんだろうな、貯金めっちゃあるんだろうなと思って参加してる人がまあいたわけ、いると思ってたし、まあ実際に聞かれたわけですし、あんまね借金があること言えなかったんですよ。でやっぱ僕が本当に思ったのが、その借金をねありますっていうのを言っちゃったところから結構楽になりましたね。で借金がある男からね商品買うのかって思ってたんですけど、まあ普通に売れるし、逆に言うと売り上げが上がったっていうね。そう。だからそれはそのお客さんのアンケートを取ると、なんか借金で大変ですとかね、借金がどうのこうのっていうお客さん結構多くて、いや俺も借金あってもうめちゃめちゃ大変な思いしてんだけどみたいなね、表ではねどうも言うてるけども、いやめちゃめちゃしんどいよみたいな、バーって言っちゃったんですけど、でもすげえ楽になりましたね。まあ今はもう借金返しましたけど、まあ借金があるまだ返済中に言ったんで、それはでも結果的に大丈夫でしたね。だからもう借金ブランディングでも売れるっていうことを僕は体験したので、だから結局その借金を持ってようが、まあ一応僕はスキルはあるわけですよ。お金を稼ぐスキルもあるし、教えることもできるんですよ。ただ借金はあると、でも教えられるよと。で一応本も、まあエビデンスとしてはまあ本の著者出版もしてるんですけど、だからまあもちろん借金もあって、稼ぐスキルもなくて教えた経験もなかった、それはきついですけど、僕は借金はあるけれども、まあその経歴はあると、だから教えることはできるんですよね。だからまあ僕の場合は借金ブランディングでも全然大丈夫でしたね。やっぱ等身大っていうのが一番楽っすよ。めちゃくちゃ楽。だからこういうね外、まあでもこれ iPhone 綺麗っすよね。久保さんどうですか。めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。これ綺麗っすよね。これシネマティック 4K60fps っていうクソ重いやつなんですけど、これインカメですから。結構一眼っぽく、まあちょっとね、ここまで近づけるとあれかな、どうな、あでも結構いけるな。ここまで近づけると一眼っぽくないですか。ね。どうですか久保さん。これ結構ね、ここまで離したら多分わかんないですね。一眼っぽくないですか。すごいですよねこれ。これ人物も追ってくれるし、すごい。これインカメですから。iPhone13 のプロでもなく MAX でもなく iPhone13 です。しかも軽い。これね iPhone13512GB がおすすめですね。軽いから。はい、ということで借金ブランディングでもまあ稼げるましたということですね。僕はですよ。まあでもね、まあ思ったのが、結局
まあ、素直に生きる、素直に伝えていくっていうのが、まあ、一番最強のブランディングなんじゃないですかね。そのお客さんに思いを伝えていく、素直に思いを伝えていくっていうメッセージを、素直にメッセージを流していくっていうのが、だから今回ね、鷲津さんの商品、ブックメーカーの商品をまた熟成さんの紹介して売っていくんですけど、もう買いたいっていう人めっちゃ来てるんですよ。で、僕ブックメーカーやってないんですよね。で、ブックメーカー僕やってないよっていうことも言ってるしね。そう、ブックメーカーやってなくても売れます。まあこの前あやさんの商品もね、僕ブログで稼いでないけど売りましたし、売り上げ100万以上になりましたしね。まあ今回は単価がねちょっと高いんで、まあ見込みとしては多分まあ200は超えてくかな、200は超えたいんですけど、単価がちょっと高いんで、うん、まあどうなるかね、蓋を開けてみないと分かんないですけど、まあ最低でも200以上は売り上げを作るっていうのは一応目標値であるんで頑張ります。はい、いってらっしゃい。